はいひとつきた清水です、えー、今日はですね月刊花田にですね素晴らしい記事が載っているんですね。岸信をかける吉田真二、我ら安倍総理の意思を継ぐというふうに言っているこの吉田真二さん、ね、岸信千をという人とですね対談をしている岸信千さんはです、ね、あれですすねあれよ岸信夫さんの息子さん、ねえー、これはですね補選があるんですよね、でこれ補選というのは何かというとですねあの安倍晋三さんが撃たれてお亡くなりになったので、山口四区が空いてしまったんで。 こう選挙が行われます。そこに出てきたのが、この月刊離れにも出てくるですね、吉田真司さんというですね、ツイッターのプロフィールにですね、我が日本国天皇陛下万歳というふうに書いているですね、この吉田真司さんが出てくると、いやもうあ完全につぼじゃねえかっていうふうな感じがプンプンするんですけど、つぼ衆半端ねえというのに対して対抗馬として出てきたのがですね、立憲民主党の有田芳生さん。ね 有田芳生さんがこの、ね、あの出てくるわけですよでこの有田ユシフさんはです、ね、統一教会の問題をずっと追及してきてでしかもあのこれ小選挙区のところにやってくるということは相当なる覚悟があるということなんだと思います。で日本人が試される選挙ですね統一教会のを突きつけるのか、ね、それとも統一教会万歳なのか、えー、山口県民が試されるということで、えー、安富さんよろしくお願いします。はいすみません ああなんですいませんかって言ったらかっちいうと、ね、冒頭もう2回、二回 n g c ーまあ、もです、ね、あ言ってもらって。あの、最後に着きますから。<laughs> はい。まあでもね、あの、この山口4区ですね、かなり混乱しております。かなり混乱しております。<laughs> はいえー、これね、美しく誇りのあるね、えー、国へ、まっすぐ時代山口4区吉田真司さんという方なんですが、えー、皆さんちょっとね、思い出してほしいんですけど、岸田総理。 ね、応援に行ってるんです、この山口あの吉田真嗣さんのこと。だけど、<う>その時に安倍家の墓参りをする予定だったんですね、でもそれがドタキャンしてます、<う>これ、何かというと、ですねでデイリー新潮にも書かれている記事なんですけど、あの吉,あの吉田真嗣さんの応援演説のために、ですね、えーまあ、3月5日の午前に羽田空港を建て、山口県の宇部空港に行ったんですよ。ね でそれで、えー、安倍元総理が当選を重ねてきた山口四区の中心区、ね、安倍氏の皇族として出馬する新人候補を応援するべく訪れたわけですね。ねで、そして実はですね岸田総理は当初、安倍家のお墓を訪ねて、墓前に花を手向けて、補選での筆勝を誓うという予定が組まれていたんですよ。受け入れる地元もその準備をしていたんです。 でも直前になってね、墓参りがキャンセルされてしまったんですね、これは一体どういうことかね、現職総理が銃撃に倒れた元総理のね墓に手を合わせる、そして一生の誓いを立てる、もしかしたらしゃもじを掲げていくかもしれませんね、<laughs> そんなね絵になるシーンをねーになるシーンを作ろうというふうに思っていたのになんと、なんとですよ、絵に 自民党のね、あのー、岸田総理の周りが、え安倍さんのお墓ってまだ山口県のお墓何、お、骨入ってないの、遺骨入ってないの、え富谷の自宅にまだ昭恵さんが持ってんの、なんだよ、じゃあ、骨入ってないのに行ってもしゃあねえなっていう,いうことになってですね、ドタキャン。 どったっけか <laughs> ちょっとなんか爪が甘くないですか爪が甘いとか一元じゃないですよこれ、普通に岸田総理の,墓あの、が安倍さんのお墓参りとかじゃなくて、安富さんがですね知り合いの墓参りとか行くときにですね、<laughs> いやー、1週間後ぐらいに行こうと思うんだけどっていうふうに電話を一歩入れたら、いや、ありがとう、でもね、まだね、主人のことをね、ずっと見てたいから。 ね、ねあのお墓はね、あの自宅にあるの <laughs> もしよければお墓じゃなくてこちらに来ていただけるのやり取りぐらい普通の人でもやるやよ。それを現職総理大臣に、安倍氏からは。ついねえからうちに。って分かったというですね。で、これちょっとね、<然>思い出してほしいんです。なんやねんね、安倍さんのあのね。 えー、後継者は一体誰なのか大もめにもめてたじゃないですか皆さんもえたもえたね,ね、はい、まず最初はですね安倍昭恵さんになるというふうな話があったんですよねで阿部昭恵さんは、うん、お母様陽子様のご意向でしたねはいそれじゃあゴッドマザーがそういうふうに言ったんだけど昭恵さんが「やだやだ無理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 っていう,ふうに。無理やそれは無理やそれは無理や、ね、でそれでじゃあ陽子さんねゴッドマザー安倍陽子さんがですねじゃあ岸 えー、そうや、あの、安倍寛信ってお兄ちゃんいたな。おい、お前、三菱の子会社の社長辞めて出馬しろっていう風に言ったら、いやだ、いやだ、嫌だ、は嫌だ、もうあっなせえ、嫌だ、心臓見てる、ね。父親ですら嫌だったら、なんで俺が出ないといけないんだ、みたいなた。っていうふうになってですね、嫌がられたわけで、すよねそ<う> <laughs> で。そしたら、ゴッドバがーが、じゃあ、えっと、<laughs> 安倍心臓のお,お兄ちゃんダメだめやったら、弟の。 子供何人かいるやろうどうやっていうふうに言ったら「嫌だ嫌だ絶対嫌だ」いやだんやだって言って <laughs> どんだけ血玉臭い選挙なんだよっていうですね。<laughs> というわけで山口4区のですね自民党側はですねなんとあのそうやって少なくとも安倍事務所はもう消滅してしまいました。 うん、なので、三番、おろしちゃいましたんでね。はい。あの、なんとですね、ここかなりごたごたしてて。で、そのごたごたの中で出てきたやつが、あの、このですね、月刊花田で、岸信夫君とですね、対談をして。我ら安倍総理の意石を継ぐとかっていうふうに言っていて。で、どう陛下万歳の吉田真一さん,なんです。なんかいろいろ香ばしい <laughs>。<laughs> いや、ちょっとね、だから、だからね、これ、ワンチャンあるかもしれないよ。うん、ワンちゃん そうなんですよ。うん、であの、この間ね、私、ちょっと引っ越ししてきて、大分に、うんうん、途中で山口県で、あせっかく山口県通るしって思って、山口4区で一泊してきたんですよ。うんうん、ちょっと雰囲気を見ようと思って。はいうん、やっぱりでもね、うん、全然違うんですね、あそこは。お<ー>も家が立派。 やっぱさすが政治家をたくさん配置、有 <laughs> 力な政治家を配出するなるほどところはこうなるんだなって、山口、うんまあ、県全体そうですけどね、うん、菅長州と思いましてね、これはちょっとやっぱり、なんかあの、なので、そのなんていうかね、普通の選挙区ではもうないんですよ。お<ー>だ大抵だからさ、山口県とか、例ばどっかの県1個取ったらさ、大臣になる人とか1人ぐらいじゃん。うん、そうね 山口県で四歩しかないんですよ。全員退陣ですよ。<laughs> そりゃあ公共事業の予算も増えるわな。うん、うん、だからでもキツキツつなの。うん。そこに持ってきてさ、選挙区減らされるってさ、うん、意味わかんねえから、増やしてくれよって感じですね。うん、権力あたりで言うとね。うん,う,んうん。うん。うん。だから山口県が、あのー、例えば、だから、島根県とかを併合する。 ちょうどいい感じなんですよ。うん、なるほど、なるほど。うん、そうしたら選挙区が政治家が五人になって、うん、みたいな。うん,う,んうん、うん、うん、うん。そのぐらいの感じのなんかすごい権力集中パワーだ。だから、ただですね、あの、えー、っと、島根県のですね、選挙区。とか、うん、あの、あっちの方まで行くとですね、またそれはそれで別の島があるので。うん、そ,うそう、そちら国なんだけど、うん、あの、うん、あの、出雲の神様とかいろいろいますから。うんうん、でも、その。 うん、かやっぱちょっとただならぬ場所だなっていう感じやっぱり、うんうん、ヒントしましたね、うんうん、そこでそこで、うん、そこに出てきた新たな政治家にしてはですね、うん、粒が小さい <laughs> 粒が小さいっていうか色もんやでこれ普通 <laughs> 山口四区期待の大物ルーキーってあの知代さんにも書かれてるけど「<laughs> 日本国天皇陛下万あおかお前」っていう。 最年少主義ですからね最年少主義あの、昭和59年生まれなんで、んうん、38歳、うん、そうそう、若いんですよ。うん、どうも、ま、昭恵さんが押したみたいな。なんかもう負けてほしいんちゃう、うん、<laughs> そのさ、そこで、そこで不思議ですよね、自分が出てって言うのは分かるんだけど、うん、自分は引っ込んどいたら、もう黙ってりゃいいじゃん。 いやーすごいなって思うのが、ちなみにあのこの吉田真嗣さんはですね、えー、選挙ウォッチャーの千代さんによるとですね、えー、安倍晋三の後継者のふさわしいゴリゴリのネトウヨ候補だが、数多くのポンコツ候補を取材し、今,年、えー、今月28日にポンコ,ツコポンコツ候補オブザイヤー2022を発表したばっかりの選挙ウォッチャー、千代は早くも来年のイベントが豊作になりそうだと、ニヤニヤしていた <laughs> ポンコツ候補ウォッチャー <laughs> ポンカツコー確かに、あのー、いや、いいこれね、あの関ヶ原の戦いで、ですね薩摩と長州がですね負けてね、1600年に負けて、徳川幕府の頃にですねずっと踏みつけられたから、250年間くらい恨みを覚えていて、ですね明治政府というのをとりあえず作りましたと、下克上したわけですよ、本当はね、あの薩長幕府っていうのが作りたかったの、本当は。うん だけどあの、封建体制を維持しておくとねあの西洋列強とかに対してお前の制度は全近代的だからダメだと中世の政治体制なんかやってるやつらには不平等条約で十分じゃーっていうふうにこう言われていてでそれが横浜とかあの下関とかいろんなところの、ね、不平等条約につながっていたので仕方ないから明治憲法っていうのを作って仕方ないから明治の民法を作ってほら、俺たち。 ちゃんと民主主義だよ、近代,近,代近代国家、ザ・近代国家だよ、脱は入王だよ、だから不平等条約とかやめてねっていう程度のものが明治憲法の由来なんですけど、うん、なぜか、こで,ですね日清戦争とか日露戦争とかいろいろやっちゃって、俺、俺強いとかってより勘違いしちゃったあげで暴走して、アメリカに原爆を落とされたっていうやつの罰で言だよ、こいつはしかもそれが靖国くり神社掲げて、ヨレた日の丸で天皇陛下万歳とかで、お前、ふざけんなよって。 いやもう本当に時代へまっすぐ時代にいくそうですよまっすぐ <laughs> それがいやこの中でいやこれあのまず三十八歳とか九歳で、うん、もうお前時代のこと考えてんのっていやお前 <laughs> <laughs> 自分が時代お前が時代だお前が次世代だなのにまっすぐ時代で、うん、お前七十0時じゃねえだからさ、うん、この時代っていうのはこれあのこの人あの字という字が名前に入ってるからさうん これまっっすぐ私のていう意味じゃないですかなるほど。下国状を狙ってるわけか。そう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 。いやちなみにですね、山口県の選挙といえばですね、絶対ですね、いろんなマスコミがこうやって貼ってるわけですよ。ん何を貼ってるかっていうとですね、おい、ツボ協力しへんか、大丈夫かっていうふうにですね、貼ってるわけですよ。ツボ、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 おらんか、ツボ、おらんかって、ツボいねえか、ツボいねえかって探してるわけですよ。だから統一地方選挙ね、かなり、 あの壺の力が借りられないから、一体どうなのか、ちなみに前回の,、ね、あの選挙の時はですねこの選挙区、安倍晋三さん8万票しか取ってません、無所属の大野さんとね、ね令和新選組のプロレスラーの竹取さんだったかな、なんかその2人合わせると、3万6000票ぐらいいってるんですよ。なんで、だから意外とね、これ、ワンチャンあるかもよ、ワンチャン。あのうんだからの、うん、この動画の中でも話すけど、うん、林家がね、うんうん 林家というのは、林家対岸家でずっと岸本関が取り合いしてるわけですよ。それで、最近は林家の方が有力らしいんでね、うん、でそれで、そのでかつ、その戦後減るからさ、新三高をその安倍家が取るのか、林家が取るのかという、うん、争いがあるところにいきなりです、ねうん、安倍晋三さんはいなくなったので。うん <laughs> いやいやいや、だからね、これは自民党、分裂している上に、あ<ー>ね、ごたごたしていて、<laughs> 出してくる候補がポンコツ選挙オブザイヤーみたいな、<laughs> ポンコツ候補オブザイヤー入りそうやとっといた、これはね、しかもそこに有田さんですからね、よく落ちましたよね、あの時ね。いや、素晴らしい。ちょうどよかった、<も>神の廃材。いや、もう私は有田さんがね、<laughs> あのなかなかあの発表をね、出るっていうふうに言わなかったんで。 えーまあ、ここまで期待するのはかわいそうだなと思ったけど、あの人がまた議員辞めて、もう一回出てくんねえなというふうに思った、<laughs> それは何かというと、山本太郎さんなんですけど、まあ、そこまで期待するのはかわいそうだなということなんですが、まあ、とにかくここ、ね、なかなかの目玉選挙区になっておりますので、いいぜひ見てほしいなというふうに思います。それではスタート 皆さんこんばんこばはは安でですすす、えー、今日はですねヘッッドセットししてお送りしますなぜかというとですね音を最近よく失敗するので <laughs> ちょっといいマイクを使ったら使い方間違えて失敗したりしてたので果たしてどんな風に入ってるのかなと思って一回ちょっと全部聞きながら喋ってみようと思いましてでそれからあとまあこのピンク色のヘッドセット買ったらですねちょっと割と可愛かったのでいっぺんつけてみようかなっていうまあそれだけなんですけどで、えー、今日はですね、えー、選挙の話をします、えー、山口4区です。 安倍晋三さんが、えー、お亡くなりになってですね、えー、補選が開かれ行われることになりましたで、えー、この山口4区のですね,ですね候補者がなかなか渋いんですね、えー、この,あの選挙に関してはですね「あの千代さんという選挙レポータータがおられます、えー、千代ずむ」っていう記事とかを出しておられるので是非、ね、面白いのでフォローして頂けて、えー、もしよかったらその記事を買ったりとかですねしてあのサポートして頂けるといいと思うんですよ。なぜそんなにあの。 持ち上げるかとというとですねあの私が東松山の市長選挙に出た時にですね千代さんわざわざ取材に来てくださいましたありがとうございました。で、えー、とても素晴らしい記事を書いてくださって、えー、大変感謝しております。でこの記事はですねと無料で読めるんですね。で今からでも遅くないので2018年の選挙の記事を今読んでどうするんだと思われるかもしれませんが。 この千代さんのレポートにですね私が選挙でやろうと思ったことがですねあの非常に正確に汲み取られていてですねあ本当、選抜やってよかったなと思ったぐらいの素晴らしい記事ですのでぜひお読みいただきたいなと思います。で、あのその千代さんがですねしばらく前にツイッター、Twitter、でアップしておられたんですけども、えー、な,んかなかなかすごい候補が出たなっていうこちらですね、山口4区に期待の大物ルーキー現るという記事です。 えー、去年の12月の11日かなんかの記事なんで、あのこのツイッターのですね、えー、持ち主、吉田、なんていうんだろう、マスナットグって読むのかな、えー、この方がですね、えー、安倍晋三さんの後継候補になりました。おめでとうございます。な、え、ん、ー、で、誰も知らない人がなってるのかというとですね、いないんですね、候補者が。で、最初はですね、そのうん。 安倍昭恵さんに出てくれっていう話になったんですけども嫌だっていうことで、えー、もう誰も手を挙げる人がいないのでついにですね非常に若い市議会議員の方に白羽の矢が立ったわけで立ったわけですがえ千代さんがですねすぐにこのツイッターをスクショしておられますで,なんでこのツイッターを見るとですねすごいですねあの下関市議会議員の吉田正徳です。っての 確認しますねわ <laughs> が日本国天皇陛下万歳と書いてあってですね、えー、日の丸 <laughs> とそれが神社何神社なんでしょうねそういうそのすごい方で、えー、フォロワーがですねなんと1197人でしたこの時でここで千代さんの記事が出ておりましてですね、うん、この記事をまあ読みますね来年4月に、えー、衆院補選が行われる見込みだが 故、えー、安倍晋三の選挙区山口文句に大物ルーキーが現れたと話題になっている故安倍晋三の後継者として擁立が内定したのは山口いやいや下関市議の吉田正さん38歳後でアイコンが変わってしまうかもしれないが。 12, 年12月31日時点のアイコンは日の丸で、ヘッダーの画像は神社で、プロフィール欄には下関議会議員の吉田麻則です、我が日本国天皇陛下万歳と書かれている、高安倍晋三の後継者にふさわしいゴリゴリのネット用候補だが、数多くのポンコツ候補を取材し、 今月28日にポンコツ候補オブザイヤー2022を発表したばかりの「選挙ウォッチャー」ち代は早くも来年のイベントが豊作になりそうだとニヤニヤしていたという、まあ、そういう記事が出ておりますね。であのー、えー、っとでもこれあのー、スクショをですねわざわざ取、えー、ってくださっていてですねなぜかっていうとですねあの変わるんじゃないかと思って。 えー、取られたわわけですすがちゃんと案の定変わっております、ね、<laughs> 先行さすがに国会議員の候補者でこれないだろうということで美しく誇りある国へまっすぐ次世代へ次代へっていうやつに変わっておりますね。であのー、で美しく誇りある国へ強く揺るぎない信念のもと山口県からまっすぐ時代へと行動を起こしますっていうやつに変わっております。 でここにあのリンクがあるな。えーまあ、こういう感じの爽やか感じに、えー、切り替わっておりますがこの方は名前何て言うちょっと調べますね。 でまあ、それでホームページを確認してみたんですけどなんか振り金振ってなくて <laughs> しょうがないからのビデオを見たらですね吉田真二と言っておられました失礼いたしました、まあ、早速ではありません訂正させていただきますお申し上げます吉田真治様で、えーまあ、そういうわけでですね、えー、どう考えてもあのこの方あのそんなに有名でもないし、まあ、でも非常に26歳で,です、ね、市議会議員になるって、まあ、素晴らしい。 えー、若,い若々しい政治家ではありますが、えーまあ、そんな有力な方でもなくてですね普通ならまあお鉢が回ってこないわけですけどどうして回ってきたかというとですね背後にその5億とのありますねあの、えー、と人口がですね地方の人口がどんどん減って都会に移動しているので一、えー、票の格差っていうのがでかくなりすぎたで、それでもういくらなんでもひどいだろうということで裁判所がですね意見判決を出したりするもんだから。 ええー、渋々ですね、自民党も、ええー、大勢られなくなりですね。ええー、十箇所減って、十箇所増えるって,っていうことになってですね。で、あの山口県はですね、あの減らされる方に入ったんで、ね、大変ですね。四人。出られたんですけど。公開議員になれたんで、三人で減っちゃうんですね。で、えっ、ー、と、全体をですね、ぐにょぐにょって動かして、えー 動かすわけですけど問題なのはだからこの基本的にはその3と4がですねくっつくっていうえっ、ー、とこれがそうですねあの山口県すごい変なことになっててですね番号の振り方が変ですね左から4312になってますねであのー、なんでこんなことになったんだろうね1区 <laughs> <laughs> か2区があで分かれたのかな今回だから、あのー、この右側端のですね緑色のその2区がちょっとでかくなりで1区が 左によってで3区と4区がくっつくというまあそういう4区はなくなるっていうまあそういう区になるわけですね。であの自民党の政治家はもともとここにあの4人いたわけでしかもですね結構だから下関ですから山口県ですから非常に有力な政治家が多いわけです。ですからとか言われても困るかもしれませんが長州ですねあの長州藩っていうのはですねもともと毛利家ですけれどもあのー 関ヶ原の戦いでえらいでで目にあったわけですねであの負けちゃってで方法の手で逃げてきて元々はですねあの中国地方を全部覆うような巨大な大名でしたでこの毛利家の出現っていうのは結構面白くてなぜかというとですねおそのらくですねあの銀山と関係があるんですね。あのそこでとにかく銀がですね突然巨大な銀山が出現してですね、まあ、これ世界中をインフレにするぐらいの銀が取れたわけです。 こんなもとんでもないものが出現したのですね経済構造が一挙に変わってその結果ですねこの巨大な領土を持つ毛利家っていうのは出現したんだとは思うんですけどもでその構造的な変化の中で出現したのは非常に近代的なタイプの中世権力だったわけですね。近世的な権力でえた。で、えー、ところがですねあの織田信長とかそれからあの。 特に豊臣秀吉に負けちゃってですね、えー、まあしょうがないからあの、まあ、中国地方の優となったわけですが、えー、その徳川家康と対決してですねまあ、負けちゃったわけですね。でそれであの思いっきり削られんてでもあのとりお取り潰しはんとか、ま、免れてですね、えー、てかまあというのはだからあんまり本気で関わらなかったからなんですけど毛利家がね全力を挙げて関るで戦ってたらね結構面白かったと思うんだけど <laughs> まあそうはならなかったわけですね。 でえー、非常に変な変な戦いでしたからねあの天下分け目の関ヶ原っていうのはあの西軍が本気で戦っるのはごく一部だったっていう謎の戦いだったんで本気出せよとかって思うんですけど今頃思ってもしょうがないんですが、まあ、それであの負けて、えー、引き上げてそれで思いっきり領土を削られながらなんとかして260年間ですね まあ伝説ですけどあの毎年正月にですね「倒幕の儀いかがいたしますか?」ってあのカラオが聞いて「まだ早かろうぞ」って言って上司が言ったっていう、まあ、そういう伝説あれ本当か嘘か分かんないですけどあの伝説があるような、まあ、そういうところでついにですね倒幕の儀が消、えー、しましてですねあの江、ー、戸幕府がですねあのガタガタになっちゃったので。えー 長州が勝ったわけですであの薩摩と長州が基本的にその中心だったんでどっちかっていうと薩摩の方が強かった気がするんですがえ薩摩の人はですね割とあの明治維新の中でですね明治維新後あの独立独歩の人が割と多かったんですね、まあ、それを代表するのがあの西郷隆盛ですけどだから大久保利通と西郷隆盛がですね単国を組んでいればですねそれは明治政府の中でも最強だったはずなんですよその薩摩がね。でもあの喧嘩しちゃって えー、でも意味わかんない西南戦争本当に意味わかんなくて西郷隆盛何考えてるんですかあなた何にも何にも考えてねえじゃんみたいな謎の戦争なんですが担がれてですねただあの、まあ、負けるんですね若、うん、い者の言う通りにしてやろうみたいな私を担げみたいな感じなんですけどみんなは指導力の発揮を期待したはずなんですけどそれは置いときましてまあまあまあ惜しかったんですよね <laughs> もうすごい余談ですけど。 あの時ですね西郷隆盛が明治政府はですね徴兵制を通じて家制度を破壊しようとしているとこの古来日本の家制度をですね家制度っていうのは家から何人一人二人、えー、馬つけてとか言って家から何か兵力を出すという、まあ、そういうタイプだったわけですね。で、えー、兵と武士じゃなかったらあのいろんな武士とかですねあの兵あの輸,送を輸送する人を出せとか、まあ、そういう感じで戦ってたわけですよ。 ところがですねそれを個人単位にするってわけですねだから徴兵制はねだから徴兵制は家制度破壊するんだだからやめなればならないとか言って西郷隆盛がですねそういうイデオロギーを掲げて戦えばね勝ったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、まあえー、まあそういうこと全然しなくてですねで負けてしまったりしたもんだからまあ半ば自滅したもんで、えー、長州はですねそれに対してですね一致団結するわけですね。あのー、ととっても、ね、伊藤と えと山形ありとも仲悪かったとは悪かったかもしれないそれでもいざとなったら協力するっていう、まあ、そういう感じでですね、えー、つるむわけですなもんで、えー、明治政府はですね、まあ、長州がやっぱ圧勝するわけですね。なので今もですねあの山口県というのはあの立派な要因ですね。 あの行ってみてびっくりしましたけどああこれ道路工事で本当にあの立派な家建てたんだなみたいな家の前の道通るからあの田んぼ売ってすごい立派な家建ててましたねみたいなやつがずらーっと道沿いに並んだりしてですねあなるほどやっぱ政治力強いんだっていう感じがするんですがまあそういうことでですねえー、強力な政治家が並んでおりましたね。だからあの 安倍晋三さんがお亡くなりになった時点でですね、あの第 1, 1区が高村政宏っていうものかな、この人、まあ、これも大臣ですよね、有力な政治家ですね、でそれから、えっと、岩国氏など、東部の2区がですね岸信夫、えー、安倍晋三の弟ですね、それから宇部、えっとえっと、萩両氏を含む3区が林,林義政。 これもですね総裁選に出て最下位で負けたりするような、まあ、有力政治家ですよね。であのー、でこの4人が並んでるわけですからねこれ10の重権とかも絶対やりたくなかったわけですね。ところがまあ、えー、ルール上ですねここ山口でやらないでしょうがないってことになってですね。えー、でまあこれです。でも,もしあのその安倍さんが生きていたらえー、っともう、えー、多分ですね、あのー、岸が一区。 で高村さんがおそらく比例代表に転出してでそれで宇、あ、部、のー、萩のこの3区の林がえっ、ー、とー林さんがその1区ですねでそれで2区が岸で新3区が安倍っていうまあそうなっらざるをえなでもそれがありえなかったわけですけども安倍さんがですね急にお亡くなりになったもんで、えー、一気に流動化しております。 でしかも岸信夫さんが引退してですね、あのー、家系図を引き下げた、えー、信千代様 <laughs> 先祖代々の家系を引き継ぎ合わせみたいな方がですね、えー、次の候補者になる、まあ、次補選でやるわけですけどということで、まああのー、山口県でいきなり2つの選挙があるというです、ねえー、大変な事時点信千代様ですね。ここれで、あの,ー、でこの岸家が、まあ、2議席も 出るわけだったんですけども、なんとしてもですね、あのー、岸池岸岸岸池のまあ、長老たるですね、あのー、陽子様、これは安倍晋三さんの母親でもあり、岸田文さんの母親でもある陽子様ですが。 えとまあ、これがその信千代とそれからですね岸家安倍家安,安,安倍晋三の子供誰か出ろっていうことだったで奥さん出ろっていうすごいプレッシャーかけたらしいんですけどもみんな嫌だと, <laughs> ということでですね誰も出なかったでそれで関係する人とかいろいろ探ったけどみんな出なかったなぜ出なかったかというとですねこうこの普通だったらみんな出なかったと思うんですけどえ次 減るんですよね議席がで議席減る時につまり次の選挙でえっ、ー、とちゃんと自民党がですねあの勝てば、えー、その次のですねあのー、本選の時にはで出ね出産春はおそらく早々に解散されますからその時にはですね4人の自民党の議員で3人の議席を3つの議席を争うって羽目になるわけです。で,、えー、とでどう考えてもですねうーん 岸高村林、岸信夫の後継者のこの三人。に割り込めるわけがないですね。だから、えっと、まあ、比例に転出。するんだけど。果たしてですね、その、ちゃんと比例で優遇されるのかっていうのはですね、どのぐらいの。バイトのって、この名簿も結構シビアですから。読めないですね。で。 でそういうわけでですね、できたら、えっ、ー、と、1回だけ出て、半年で次はもう出ないという方が一番ありがたい。まあ、だからこそですね、あのー、昭恵さん出てほしかったわけですね、やる気ないんだったらいいですよね、みたいな、あの、1回だけ出ていただけませんか、みたいな感じだったんですけど、嫌だということでですね、まあ、それでその、この方にはハチが回ってきたと。で、それ、あの、安倍、 市のですね講演会の中でもどうも昭恵さんがこの人を推してるらしいんですけど講演会の中でもですね誰っていう感じの方らしくてですねしかもあの下関というのは、えー、とこの林家の地盤でもあるわけですねもともとはその林家と岸家の林さんの先代先々代まだとなくそのえっ、ー、と 中選挙区時代は、まあ、この東,東洋経済のですね、えー、衆院山口補選安倍家対林家遺恨対決の結果の行方という泉宏さんという方の記事によればですね、えーまあ、それに基づいて今も主として基づって、まあ、他の記事も見ましたけど基づいてお話をしてるんですがえー 特に安倍氏の父慎太郎元外相個人と林義政外相の父義雄元蔵相個人は中選挙区時代の衆院山口1区定数4で戦い続け小選挙区以降で山口氏が下関氏が山口論軍区となった際は林氏が比例転出し息子の義政氏は参院山口選挙 今日からの中央政界を余儀なくされた経緯があると、まあそういうことでですね、林家としてはですね、この下関の小選挙区を奪還というですね非常に強い思いがあるわけですね。で、えー、徐々にですねその市議会議員も、えー、林家、でしかもこれ、林家と岸家で、あの下関の自民党グループ分かれてるんですよね。 今はあの、えー、林家の方が有利らしくで有,有力らしく、えー、と議長も取ったりとかしててですね、えー、でしかもあのこの間の,あの安倍晋三さん選挙であの減らしましたよ、ね、あれはあの林グループがあんまり本腰入れなかったせいだというふうにも言われていてですね、えー、まああのー、おそらくですね新三区は、えー、と林芳正 1>, で1区がですね、高村正宏、2区が岸信夫の、えー、後継者で、それから3区が林芳正でもう決まりだろうと。で、吉田さんがですね、当選しても、ここにはもう割り込めないんじゃないかなっていう情勢なわけです。 でとなるとですね、えー、自民党としてもあんま取ってほしくないなみたいな人も結構いるわけですね。特にえっ、ー、と安倍グループはあの事務所もですね1回閉じた安倍晋三事務所をやっぱりそのまま開いて今あの吉田さんの事務所にしてるらしいんですけどあの安倍後援会としてはですねまあ 取りたいということで一致してると思いますけどまあそれでもですねなんか「こいつでいいのか?」って「お礼の方が」みたいな人も結構いるかもしれないですけどそれ世の常ですからねでそれに対してその林グループはですね、えー、とこの際落ちてくれた方がいいかなみたいな人も結構いるんじゃないかという情勢なわけですで普通だったらまあそれでもですね自民党が負けるってことはまあないないはずだったんですはずだったところにですね えー、突如ですねあのー、立民の山口県連が有田芳生氏を擁立するっていう、えー、これは久しぶりのヒットですねあのー、最近勢いのなかった立憲民主党の中ではですね、えー、この間のあの勢いなくなかったから有田芳生さん落ちちゃったんですけど参院落ちたんですけどそのその有田さんが浮いていてですねでそこにあのー、安倍さんが撃、えー、たれた原因の背後にですね統一教会によるですね 霊感処方とか、えー、まあさまざまあのちょっと嫌だなっていう感じの事情がありかつですねその自由民主党が結党、えー、以来ですねその勝協連合というものを通じて、えー、統一教会とでで、ね、深く関係してたっていうことが、えー、世間に知られるようになりですねでまあ、それをそのテレビでですねあのー 広く知らせたお一人がこの有田さんでだから統一教会からなんかあのいろいろとんでもないことを裁判とか起こされておられたと思うんですけどでもとにかくそのそういう課長の方ですよねで,あので自民党としてはですねこんなのすぐ忘れるだろうとみんなも忘れるよね早く忘れて忘れて忘れてと思ったんですけどなかなか忘れられないびっくりしました私もあの統一教会のことが、ね、問題になったとしてもですね こんなに長くはあのー、聞かないだろうと思ったけどその岸田内閣のです、ね、支持率が暴落して戻んなくなってですねであれはどうしてかって言うとやっぱりその安倍晋三さんとかを支持するいわゆるその保守派右派の人たちは、まあ、ですね韓国嫌いな人多いですよね。 えー、自分が支持していたその政党とか政治家がですねその韓国の謎のカルトとですねつるんでるってのは結構衝撃的ですよね。まあ、そういうことがあったんだと思うんですけどで,でその流れがあるところにですねようやくいろいろあって WBC のおかげで岸田,岸田内閣の支持率が上昇みたいなもう意味わかんない。 ですけど何でなんでアメリカ人が誰も見ていないようなすごいですねあの新記録で、えー、決勝戦を500万人が見てましたって言ってあの記事が出てですねアメリカでねアメリカあのー、確かあのライスボールというよかなライスボールじゃねえスーパーボールとかあのアメフトの決勝戦みたいなやつワールドカップみたいなやつあれってなんか2億人とか見るんですよね。 であれが一番人気があって、その時はバスケットで、その時は野球なんですけど、メジャーリーグのオールスターとワールドカップは、ワールドシリーズはまあ見られると、それでもですね2億人も見ないんだと思いますが、それで WBC はで500万人で新記録だということなので、かつ、おそらくですねあのアメリカにとってはあのそれほど重要なスポーツではないんですが、 えー、南米の国々にとってはですね、まあ、国技みたいなフェルトリコとかキューバとかさ、えー、まざ、あ、まな南米の国々ではですねものすごい人気のあるスポーツなんででそういう方のラテン系の方が一生懸命見てるっぽいですねでまあとにかくそ,そういうのでですね500万人しか見てないっていうその 2, 2, 2億対500みたいな感じなんで、まあ、オリンピックですらですねろくに見られない国ですから。 そこで優勝してですね、あのー、そのヤフーのニュースとか見たらですね <laughs> あ何日経っても WBC のニュースがーて出ててですねもうこれ何なんじゃみたいな感じですかみんな見てるんですよね一生懸命ね。で大体がなんかあの日本のですね「冷説が素晴らしかった」「ベンチが綺麗だった」「掃除がしたらあんな生地がだーって出ても,っもう本当にいい加減してください」って感じですけど「野球見ろよ」って感じですが。 えとその大影響などもありですね、保ち直してきたところに、ですねこの補選で有田さんが出てで、それで統一教会の問題を訴えたいと、当選するかどうかは二の次であると、だけど、えー、これ、ね、たとえ当選しないとしても、ですね、えー、ガンガンいくぞという姿勢をで忘れられないように、ですね非常に深刻な問題なんだと。で 県幹部はですね統一教会と政治の関係について安倍氏の地元で問題提起したいというわけですね。これは嫌ですね。とっても嫌ですね。痛いですねで。で、そうするとですね、そもそも自民党があんまりやる気がない選挙になっていて、で,できたらね、これの自民党内部の問題としては落ちてもらった方がいいんですよね。吉田さんが落ちたら 3人になっちゃうので次の新参加はもう非常にスムーズに移行できます。で,あのでその比例転出で名簿がどうとかそういう問題も起きない。そういうわけでですねあのあもういいよもう半年だけ有田にやらしとけみたいなそういうふうに思う方もいるんじゃないかって感じですね。でそこを、ね、その有田さんがえー、っとまあでもさすがにね注目選挙区ですから。 メディアとかもいっぱい来るわけでそこで有田さんがですねこの問題を取り上げることにでもう一回思い出していただくということがですね可能かもしれませんねでそうなるとですねあのせっかく持ち直しかかった岸田内閣の支持率がだだ下がるということもあり得るという情勢になってきましたなので、えっと、この山口四区っていうのは え非常に面白いポイントになってきたので、えー、ちょっと引き続きですねあの注目していきたいなというふうには思っております。でちなみにですねこの,あの政治家女子48党旧 NHK 党がです、ね、あの党幹事長、えー、黒川敦彦氏の擁立をそれぞれ発表しているということなんで、えー、NHK 党も うん、えええくるみたいですねあの千代さんはですね N 国党をですね昔から選挙で調べてられて私の選挙に来られた時も言っておられたんですけどあいつらものすごく危険なんだとだからあのそれを知らしめるためにえちゃんと取材して、えっとこれからいっぱい記事を書いていくんだっていうふうにおっしゃっていてあの私はだからまあ結構見てたんですけどあの、まあ、結構怖い目にあっておられますね。あのの具体的に千代さんの、えー 記事を見ていただい,たらいいいたただらと思うんですけどもあの膨大なお店のパンフレットとかですね勝手に注文されるとかなんかそういうのが来てで誰か分かんないんですけどねであのー、それからスラップ訴訟っぽいもの名誉毀損訴訟みたいなのをたくさん起こされてそのためにあの裁判費用がかかっていて官補集め取られたりされていて大変な目に遭っておられます。 ででも決して広まないという意思を示しておられるのでおそらくこの山口四国はですね千代さんにとっても非常に熱い選挙になると思うので、えー、皆さんもですね、あのー、と応援していただければなというふうに思っております。であのー、いずれにせよですね日本の政治はですねあの大変な時代になりつつあるなっていうふうにつくづく思うんですけどえー つまり、まあ、本当に絶望が広がりつつありますね。で、だから選挙に行かない。で、でそうして、その、もうなんか真面目に政治のことなんか考えたってしょうがない。その通りなんですよ。正しいんですよ、それが、恐ろしいことに。政治のこといくら考えても、そのシステムの作動がですね、もう、すごいんで、そのシステムの作動に合致した政治家が勝つっていう。 例えですね。それでシステムの作動に合致しないってや政治家が勝つとですねシステムが作動しなくなるっていう、まあ、そういう仕組みになってるわけですねだからシステムの新しいシステムの作動を作るっていうことができない限りは、えー、この国の,その政治の状況は変わんないんですよねで,で,でその民主党政権が一回できて もうほとんど何もしなかった何もできなかったわけだけれどもそれでもですねシステムのサボタージュとか棒が凄まじかったわけですねであのー、官僚はサボるリークするメディアは叩くみんなでボコボコにしてですね別に何にも悪いことしてないのに、えー、お前ら全員アホだってことになってですね、えー、民主党政権は崩壊に追い込まれましただからもう二度とやりたくないあんなふうに会いたくないまあ誰だと思いますねなのでその えー、だからこのシステムの作動が変わらない限りですねあのでそれの,そ,のそういう人々がその絶望が広がることによってその地方選挙とかはもう本当にとんでもないことになっていてですね、えー、候補者が足んないみたいなレベルになりなのでその結構わけのわかんない人でもなれるわけですね簡単に。で,でそこにあのいろんな政党が入り込んで最初に入り込むことに成功したのが N 国党なわけですけれども。 なのでそのいわばその免疫系が崩壊しているから、えー、病気になるっていう時にですねその病気の方を一生懸命やっつけてもですね別の病気が入ってくるだけだろうなと私はまあ思ってそっちの方が問題なんじゃないですかねっていうふうに一台さんに行ったことあったんですけど。まあ、いずれにせよですねその nhk ともですね、あの擁立されることなので、時代史のレポートにです、ね、注目したいなとは思うんですが、もう本当にちょっとかなり恐ろしい事態に私はなりつつあるなというふうに怯えています、それはどうしてかというとその、システム作動の強さがあまりにも強く、そのシステムの作動自体が、えー、日本国という国を崩壊に導きかけない、恐ろしい状態にあるんだけど、システムは止まらないと。だから人々はその政治にも絶望すると。 いう状況をですすねねどっかかでで逆転していかないといけないななとけんです、ね、でその一つの糸口が、えーまあ、次はこういう話もしたいんですがあの明石市ですね明石市の市長の泉房穂さんが真、まあ中ひとつき万さにも出ていただきましたが、えーまあ度重なる嫌がらせだったなんだかの果てにですねぶち切れちゃってあのもう辞任しますということで明石市にですね今度新しい市長候補とそれから市議会議員のですねあの候補者を立てて それでその子どもを中心にするような政治を子どもや弱い人を中心にする政治っていうのを、えー、明石市全体のですねこれはだからつまりあの、えっと、彼が十何年間11年間かな市長をやったことによって市政府もだいぶ変わってますでそこで次に市議会と市長を取ればですね今度は、ね、初めておそらく日本で初めてなんじゃないかなそのシステムごと作り変えるってことに成功する可能性がありますね。 そこにも注目したいんですけども、えー、そういうわけでですね山口4ジョンクで,です、ね、ぜひですねその有田さんに頑張ってほしいなとそれで自民党が割れてしまうとですね面白いことになると思うので、えー、それはですねひょっとすると次の新しい展開のきっかけになるような気もしますので、えーまあ、千代さんのレポートもですね注目しつつですね えー、この山口の選挙を見ていきたいと思います。ありがとうございましたいやーでもワンンチャンあったら面白いですよねこここれね、うんあのー、もちろんねそのなんていうかねどっかの選挙区を党が取ったからといって,って世界は変わったりしないんだけど統一教会と商業連合を通じたその統一教会と自民党の関係に対するですね、うん、危惧っていうのはやっぱり、うん これ、は保守層に、あるわけですよね。うんうん、だから、そこに日日が入るっていうのは。えー、この構造的な変化なわけですようんうん、うん。そうですね。で、その日日が、その。明治政府のね。うん、中枢とも言うべき山口四区。うん、ここにですね。日日、ね、がビキッと入るっていうのは。でかい。 これちょっとつ、ね、ぼに張り差したような感じはあるんですよ。そうなると、あの構造的変化が起きる可能性があるいはい気がしますが、はい、まあしかし、あの何が起きるんですこの保守王国っていうところの選挙民の考えていることって、か想像実するので、はい、一体どういうふうになるのか。ね 緊張感を持ってて注視しいったと私は思っております <laughs>、はいチューッと、ねえー、いうわけで、えー、安冨さん本日もね一人動画ありがとうございましたちなみにですね安冨さんの一人動画を支えるためには安冨さんのね本を買ったりカンパしたりね応援してほしいんですけど今ですね安冨さんのねあの本が一番売れているのは複雑さを生きるこれがねやっぱり一番売れているんですよねで何気にちょいちょい売れるのが8万円もするんですけどこの ABC 安冨さんフルセット こちらも売れておりますので、えー、ぜひね、買い方はね、あの、YouTube 説明欄に書いてありますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思うんですが、えー、これですね、ここから、今からあの、日本、NG 州、いきます。NG 州。清水さんがですね、一生懸命最初のね、<laughs> 下りでね、フリートークかましてみんな調子をね、かましてる時に、安富さんはね、今日2回も、

山口4区にですね、立憲民主党の有田芳生さんがですね、統一教会にね、立つんだというふうにですね、この安倍晋三さんがね、打たれてからの補欠選挙で出てまいりました。ね、それに対抗するのはですね、吉田真二さんというですね、 あの自民党のですね方なんですよ、ね、どういう方なのかちょっとねあのご紹介しておくとですねまず吉田真嗣さんはですね月刊花田5月号で山口2区から衆院選補欠選挙に出馬予定の岸信千代さんと対談したことがあるのです。ね、でそれをですねかでかと、ね、こう書いてるわけなんですよね。ちなみにえその月刊花田5月号のですね記事をねちょっと読んでみましょう。タイトルだけ 高市早苗氏独占インタビュー小西文書は絶対にね造です。いやー、だから来てますね。<laughs> 来てますね。<laughs> で<や>、小西文書じ, <laughs> <で>じゃないよ、あれ、ねはい。えっ、ー、と、小西議員を <laughs>、えー、刑事告発せよ、有本薫。<laughs> 行政文書で踊る朝日毎日、高橋陽一、素晴らしい雑ッシュでございます。で、それに、そこに出ている吉節をかける吉田真治、我ら安倍総理の意思を継ぐという、えー、素晴らしい。 ドイツ協会もつくのかなっていう感じの方なんですけども、えー、この人のですねあの特徴はですね素晴らしいのが、ですねねあの選挙ウォッチャーの千田さんも、ですね千代さんも言ってるんですけど、<laughs> 山口四区に期待の大物ルーキー現るっていうふうに書いて、ですねこの人、あのツイッターのプロフィールがまずフォロワー数がですね全然いないんですけど、えー、現時点で2500なんですが、1197人の段階ではですね吉田真嗣さん、まず、 山口県なのにもかかわらず、ツイッターの背景が靖国神社。そしてプロフィール写真はよれた日の丸。よれた日の丸。ええ、下関市議,議会議員の吉田真二です。我が国日本国、天皇陛下万歳というふうに書いてあるんです。<laughs> <っ> <laughs> やばい、やばいっすね、これ。なかなか強烈な撤去が、あの。行われようとしておりますよ、安住さん。 今日はちょっと安富さんがですね、あの山口県にちょっとたまたま通ってきたんで、え、これについて語ってくれるんですけど、これはなかなか期待の新人ルーキーですよね。これはなかなか大物じゃないですか。<laughs> え、また、うせなんかわからんけどミュートになってたんです。私のせいじゃないんです。私が悪いんじゃないんですけど、たまたまなんですっていうふうにこの人言うな。 あまた安富さんがなぜか音声が切れてますね。だいたいね、YouTube の, you の、ね、最初の1分から3分ぐらいが、ね、一番大事なのに、ね、ここでね、いつもねこういうふうになぜかあの、ズーム入れなくなっちゃったらどうしてとかっていうふうに言って、でそれで、なんで、なんで、ネットが切れちゃったの、私、ダメなのとかっていうふうに言うんですよね。 でそれで、えー、それでね、最初の3分とか4分が一番大事なのにも関わらずです、ね、こういう,う放送事故を起こして、私のせいじゃないんです、私のせいじゃないんですって、もうこのやり取り3年間で何回も、ね、復活したわけよ。ったで、復活したよ、もう、これからね、安富さんが愚痴、こういうふうに放送事故を起こしたら、私があ、じゃあ、1回切って画像編集して、事故なんかなかったかのように見せかけてっていう編集なんかもな もうなないいすすよよみんな、俺がどれだけ苦労してるかねわかるべきです、本当に。というわけで、これは NG 州行きに行きましょう。はいじゃあさようなら <laughs> すんません日本人が試される選挙がやってきました、それはですね統一地方選挙の中でも目玉はいろいろあるんですが、えー、一個、ですねあの山口県で補選が行われます。で補選というのはですねその政治家がですね辞めたりいなくなったりしたときに行われるんですが、えー、それは山口四区。 ね、山口四区といえば、ですね安倍晋三さんなんですよね、この安倍晋三さんがですね山上容疑者の銃弾によって、ゾーンね統一教会のねあの件でですね撃たれてしまいました。で、お亡くなりになってしまいましたね、でお亡くなりになってしまったんで、補欠選挙が行われるわけなんですよね、でそれがあの出てくるのが、ですね自民党のですね,ねなんと期待の新人ルーキーがですね山口四区、吉田新二さんなんですね、山口県なりにもかかわらず、ツイッターのですねプロフィール写真はなぜかよれた、日の丸。 で背景写真はなぜか靖国神社というところになっていて、ですねえこれですねお、おなんやなんやっていうふうにチェックすると、ですねスクリーンショットを読んでみると、我が国日本国天皇陛下弁財、何やっとんねんってこいつっていう感じなんですが、これに対してですね出てく、あのー、対抗するのがですね立憲民主党の有田芳生さんという形になって、ですねえこれはですねもう統一教会のことを追及し続けた、ジャーナリストとしても追及し続けた有田さんがですね、 えー、この山口4区にやってくるということで、いや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 、これはなかなか見逃せない選挙になったなということで、えー、安富さんがですね、これについてですね、話をね、あの、してくれたので、ぜひ見てほしいなというふうに思うんですが、えー、これ2回目の撮影で NG 集は後半の取っておきましたんで、見てくださいということで、安富さんよろしくお願いします。またまた NG なのちょっと待って。わざとなのわざとなのまた切れたよ、この一ズーム。 これ絶対これ、わざとなんじゃないかな。いや、わざとなん、わざじゃないんですって絶対言うつもりなんだよね。これギャグじゃないよ。本当に切れてるよ、今。本当に安冨さんいなくなってるよ。で、それで何俺さっきあの言ったんよ。もう落ちたらね、あの、フォローはしないよと。フォローせずに、もうまたかよっていうことをね。 俺は言う NG 衆に使うよという風にこう言い続けてるんだけど、このままだったらもう NG 集だけで何分来るんだよっていうことでねえなっちゃうんだけど、安冨さんとねこ3年間でね専門医書取ってるんですけどこういうことがよくあるんですよ、落ちるだけじゃない、別のねこともあの起きたりとかねあのしたりとかするために私がねそれをカットしてさも何もな,なかったかのようにずっと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 ,ずっとフォローし続けて、フォローし続けてフォローし続けるから安富さんだから、こういうことがあっても大丈夫だよな。 なろうというふうに思った結果ですねこういうことになってあピカ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 ませんまた落ちたあまた sg 作ってましたまた sg みました nc 出からせつもりなんですかあもうねもうこれはあれですね えで安富さんはなぜか,か落ちたというふうに言うんですけど、なぜかじゃないんですよ、必ず何か原因があるんですよ。ね、で、それを私がずっとフォローし続けたから、まあ、なんか分かんないけど、切れたっていうことで放置しておいても、な、ま、ん、あ、とかなるだろうというふうに思ってしまったんで、もうこれからは、ね、会稼ぎのためにも NG 集として使います。で、私はこれだけね、一生懸命、一生懸命やってるんですよ、一生懸命、一生懸命やって、一生懸命、一生懸命編集して、あと安富さんの方を売ってるのに、これをもう NG 州まで、ね、もう作って、僕のフォローし続けるのは、不可能でございます。<laughs> もう でまた何か分からんけど落ちたって言うやろ、復帰してる。<laughs> 何か分からんって言うややるんだもん。何か分からん。原因が分からんやで原因が不明な字は調べてるんやけど、ああ停電もしてないのにな<ん>、なんとかしてくださいよ、なんとか。もう、電気事業者でもなってもいいから、もう呼んでくださいよ。んで <laughs> なんで,なんで関西電気法案協会じゃなくて、九州にもあるでしょ、そういうところが。<laughs> 停電してないし、これ、何やろ、これだ、税ムがいきなり落ちた <laughs>